よろしくお願いします。まあ、今日はね、このコロナ禍で、まあ、緊急事態宣言とかで休業してるお店ってめちゃくちゃあるじゃんか。まあ、特に夜やるようなお店、まあ、キャバクラだったりスナックガラスバー飲食店だったり居酒屋さんだったりとかっていうのは、まあ、ほとんどのお店がまあ閉めてると思うんだよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、閉めた方が得だからね、まあ、閉めてると思うんだけども、このその時のね、休業期間の過ごし方っていうのがめちゃくちゃ大事で、まあ、これうちがねどういうことをやって何をするべきかっていうのをちょっと今日動画にしていきたいなと思うんだけど、まあ、一つはっきり言っておきます。9割の人がこの休業中何やってるんですかっていうと、ほぼ家で休んでます。休業期間中に家で休んで住んでる人、まあ、これは確実にあのコロナが明けた後、アフターコロナ後に確実に休みます。まあ、間違いなくそのお店は残ってないと思う。あのね、これなんでかっていうとね、商売ってそんな甘くないよね。まあ、ほら宝くじ当たった人が9割の人が不幸になるっていう話があるじゃんか。あれ金の使い方が分かんなかったりとか、働くことを忘れちゃったりとかして贅沢に走るから不幸になるんだよね。借金をしてね、いろんな人がこうに寄ってきてると。まあ、今まさにその状態なんですよ。ほとんどの人が、ちっちゃい飲食店とかをやってる人は毎月そこそこの宝くじが当たってる状態だからね、休業期間中に家で休んでテレビ見たりネットフリックス見たりとかしてる人たちはね、もうまあ再起不能だと思う。まあ、どういうことかっていうと、自分も一何かのお客さんだったりするじゃんか。ですげえ好きだったお店ってあるじゃんか、自分が。でも気がついたら行かなくなってるお店っていっぱいあると思うんだよ。ふとね、例えば SNS を見てそこのお店に行ってる人がそこの投稿を上げてて、あ、うわ久々にこれ食いたいなって思って行ったりとか、誰かが SNS にバッグとかを上げてて、うわこれかっこいいと思って買った経験ってみんなあると思うんだけど、まあ、そういうことで人って美味しいなって思ったこととか、いいなって思ったものっていうのを本当に心の中で思っても少し経つと忘れてしまうよ。だから忘れさせないために人の脳内に定期的に思い出させておくことが大事なんよ。この休業期間っていうのは人もね、外にもちろん出ないし、家にいて家族とかと過ごしたりとかする時間が多すぎて、自分たちが今までどこの飲み屋さんが好きだったかっていうのは間違いなく忘れてるんだよね。だから休業を開けた時に用意どんで スタートしたところで、その人たちはもう来てくんないよと。今まで通りにはもちろん行かないわけだわね。でもちろん、まあ、この自粛に慣れて飲みに行かないことに慣れてしまってる人たちもたくさんいるしね。そうだから、本当にこの休業期間っていうのはめちゃくちゃ過ごし方が大事なわけよ。でじゃあこれうちはじゃあ何をやってるのかっていうと、うちってかなりいろんなことやってるのよね。でそれぞれに様々な理由があるんだけども、例えば一番最初によくやり始めてたことって言ったら、店舗の清掃をめちゃくちゃやった。普通の掃除じゃなくて本当に大掃除みたいなことを何日間にも分けてやったんだよね。でこれなんでかっていうと、まあ1日に別にね7、8時間で2日間とかで終わらせちゃえばいいじゃんって思うかもしれないんだけど、これさっき言ったようにお客さんもそうなんだけど、働く側も働けないんよ。1ヶ月休んでお店再開しました、働きますって言った時に 100% の力は発揮できないから。筋トレもそうなんよね。俺筋トレは週に4回やるんだけども、例えば1週間オフの日を作りましたと、1週間空いただけで次の週は同じ重さが上がらないの、前週と。でめちゃくちゃ疲れるのさ。そんぐらい人間の体って元に戻りやすいから。でそうするとね、じゃあ何が起こるかと、1ヶ月2ヶ月休んでた人が、はいじゃあ緊急事態宣言とか全部取れました、営業再開していいですよってポンってやった時に、ボケーっと仕事をしてる時にお客さんは来るわけだ、少なからず。そのお客さんがどうやってリピーターになるのって話なんよ。社員とかには給料はちゃんとうちは払ってるんだよね、この休業期間中でも。だから仕事をするっていうことを忘れさせちゃいけないなと思って、そういうふうに小刻みに1日3時間とかにしてまず掃除とかをさせた。これがまあまず1個だね。あと他にさせたことって言ったら、俺の友達の職人の会社に手伝いに行かせたりとか、まあ、あとはポスティングをさせたりとか、飲食店とかのね、うちの業種とは全く関係ない仕事も結構させたんだよね。まあそれもさっき言ったように仕事をちゃんとさせとく、仕事をするっていう体の体勢をつけるっていうことももちろん一個なんだけど、もう一個のこれは俺の戦略的なことで言うと、職人とかをやらせます、ポスティングをやります。その時にどうに思うかって、俺はキャバクラがやりたくてこの会社に入って、キャバクラの仕事が好きなのにこの仕事じゃないんだよと。職人で朝早く起きて汗いっぱいかいて、こういう仕事はいや俺違うんだよなって思わせる戦略だったよ。でこれはどういうことかというと、早くお店開いてくんねえかなって思わせたかった。俺やっぱこの仕事好きなんだなっていうのを気づかせるために全く違う業種にバン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 振り分けてたね。だからまあただ休ませとくんじゃなくて、従業員とかを抱えてる人たちは休業だからただ休んでて言うじゃなくて、何かを作ってあげる、何かその仕事を与えてあげるっていうのもまあ経営者としての責任かなと思うんだよね。そうじゃないとやっぱりずっと家にダラダラいたらね、腐るからね。まああと他にやったことで言ったら、仕事以外のことでももちろんいっぱいやって、こういう時だからこそみんなでキャンプに行ったりとか、みんなで温泉に行ったりとか、まあ結構 YouTube とかでね、滝行に行ったとか、そういうのって動画でもまあ出てるんだよね。もうあのぜひその様子とかも見てもらえればなと思うんだけど、そういうこともしました。まあこれは何でかっていうと、もちろんコミュニケーション的な部分もあるんだけど、そこに行ってどんな話をするかって、やっぱり社員とかで言ったら仕事の話になるわけよ。これこういう風にやったらとか、他そっちの店舗どうやってんのとか、次こう開けたらこういう風にしたよねって言って、
開けた先、これね不安なのはみんな一緒なんよ。経営者ももちろん不安だけどスタッフも不安なんよ。いつまでこれが続くんだろう、いつまで働けないんだろう、いつまで給料保証してもらえるんだろう、いつ給料が下がるんだろうっていうこの不安を抱えてしまうから、もちろんね、そういうところでこういうふうにいろんな話をして先の将来に対しての希望だったりとか望みを与えてあげる。あとまあ俺なんかはこうね、普通の飲食店とはちょっと特殊で、水商売とかでキャバクラとかで女の子キャストさんだったりとかガールズバーのキャストだったりとか、こういう女の子とこう一緒に仕事をしていく業種だから、もちろんそれは女の子なんかも不安になるのは同じことだから、女の子とかとのコミュニケーションをしっかり取らせたりとかね、スタッフがキャストの女の子とかとこにヒアリングをして意見を聞いて、あ、家賃が大変だな、生活費が大変だな、意外と貯金してない子ってこんぐらいいるんだなとかっていうのをここにちゃんと情報を取ってもらって、じゃあ女の子たちに保証を出してあげようとか、営業再開のタイミングをここにしようとか、そういうのを決める一番の判断材料になるから、そういう風にコミュニケーションをしっかり取って意見を聞いてねみたいな感じのとかをスタッフにやらせたりとかをしてた。まあこれが大まかにうちがこの休業期間もう3回目ぐらいなんだけど、この休業中にやってたことって言ったらまあそんなもんかなと。あとはあの俺個人的な部分で言ったら、まあこれがいつ続くか分かんないから来年まで続いたパターン、来年にまた休業が出たパターン、次に1ヶ月間休業が出た時のパターンとかっていうのをいろいろ想定して、この店内の改装工事だったりとかデザインとか業者さんとかとこうに工事の打ち合わせをして見積もりとかを取って、次そうなった時にそのタイミングでバッチリ期間がはまるようにそういう策略を考えたりとかしてましたよ。だからね、この休業期間本当に過ごし方っていうのはかなり大事だなって思うんだよね。これを見てね、少しでも一人でもね、やべえな今のままじゃ積む方にいんな自分がって思ったら、まあすぐ行動した方がいいと思うし、まあ経営者の人とか見てくれてる人結構多いから、経営者の人なんかそこまで考えて動いていかないと来年あたりかなりきつい状態が待ってるんじゃないかなと思いますよ。私はお店とかさ、会社がなくなっちゃったらさ、やっぱりこの盛り上がりがなくなっちゃうじゃんか。だからやっぱりなくなってほしくないし、街は活気があった方がいいからね、少しでもなんかそういう参考になればなと思ってこの動画を撮ってみましたという次第でございます。はい、まあ休業期間ね、どれぐらいあと続くかがね、埼玉とか東京はまだしばらく続くかもしれないけど、まあ希望を添えて頑張りましょうということで今日は終わりにしたいと思います。まあぜひね、チャンネル登録だけでもしてくれたらね、嬉しいですよ。最近チャンネル登録の伸びがちょっと若干悪いんでね、この間もね俺の先輩が言いましたよ、こうきくんの YouTube いつも見てるよって、超楽しいねって、たまに勉強になることあるんだよね、チャンネル登録はしてないけどってね言ってたら、おいと、チャンネル登録だけはしてくださいとかさ、簡単ですからボタン押すだけだからね、ぜひチャンネル登録と SNS のフォローとね、まあ高評価とかコメントとかもしてくれたら嬉しいけど、そこまで大変だったらそれはチャンネル登録だけでもいいです。ぜひぜひよろしくお願いします。ということでまた会いましょう。休業金ぜひ待ってます。バイバイ。オッケー、ちょっとおしっこ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 漏れる、あ、うん、漏れる漏れる。